こんばんは、レタドールマイピーです。4月になったのにまだ、朝晩、冷え込みますんで、僕もやっと、インフルエンザに、先週かかってたんですけど、抜け出すことができました。で、今日からですね、前回、右ピッチャーの、牽制のコツということで、お伝えシリーズでお伝えさせてもらったんですけど、今回からですね、左ピッチャーの、牽制のコツということで、まずは、ファースト牽制の、コツからですね、お伝えしていきたいと、思います。で、まずその、いろんなコツをお伝えする前にですね、右ピッチャー同様に、考え方としてですね、基本はバッターを打ち取ること、そしてミットをめがけて、腕を振ることっていうのが、本来ピッチャーの、やるべき、仕事です。テンポよくストライクを取っていくっていうことですね。で、右ピッチャーの時同様なんですけど、決してですね、牽制はアウトをするためのものではなくてですね、リードをランナーのリードを縮めたりとか、ランナーの一歩いい一歩を、切らせないため、その一歩を遅らせるためのものであるっていうことをですね、根本的な牽制の考え方としてですね、そこは、ずらさずに、やはりそのお子さんの方にも、お伝えしていただければなと、思います。で、ですね、早速、ポイントとしてですね、同様に考え方っていうところで、ちょっと前もってお伝えしておきたいことがあるんですけど、基本的にですね、よくランナーが一塁にいる状態で、左ピッチャーはですね、その有利だということが、一般的に、言われてると思うんですが、それはですね、やはりその考え方にもよるかと思うんですけど、基本、僕が教えるチームにとってはですね、左ピッチャーの方が逆にこう走りやすかったりですね、いいスタートが切れたりとか、簡単に盗塁が決めたりっていうことで、その盗塁の成功率も、高いっていうのが、数字にも、現れています。で、これがですね、じゃあ、実際、なんで有利と言われていて、自分たちからすれば、実際は違うよと、有利じゃないよって言えるのかっていうとですね、簡単に説明するとですね、左ピッチャー、セット入ってモーション入るときに、大体、大きく大きなフォームで、ボールを投げたりとか、牽制の時も、こういった形で、ボールを放ってきたりとかですね、大体もともとのそのモーション自体が、左の場合その大きいのかなと、相対的に見てですね、考えてます。で、やっぱそういった場合にですね、モーションが大きいっていった時にですね、例えばですね、よくある少年野球のパターンなんですけど、もう牽制の時にですね、こうやたらとこう首を動かして、で、もうこう動かし始めたなと思ったら、もうおのずと、ファーストの方にこう牽制が来るとかですね、投げる時はまっすぐ牽制投げてるんだけど、こっちに投げる時は、もう体がこういうふうに傾きながら、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、こっち側に少しこう傾きながらこういうふうにキャッチャーの方に投げる、というような、そのピッチャーによってから結構こう左ピッチャーの場合癖が、出やすいことが結構ありますので、やはりその、僕の場合はですね、やっぱその相手チームのピッチャーがどういうモーションで投げてて、どういう間合いで投げててっていうのは、やはりその投球練習の時とか、もう相手のベンチのところで投球練習してたりとか、そういう練習の時からですね、相手ピッチャーがどういう動きで投げてるのかっていうのをよく観察してます。
でそういった部分でですね、まあ、うちが知ることによって、間違いなく、有利な情報になりますので、それを逆に子どもたちにさっと伝えて、あのピッチャーはこういう風な形で投げてくるから、このタイミングでこういう風なモーションで投げたら、すぐ走りなさいとか、そういう指示も、まあ、出しやすかったりするんですね。まあそういった部分でですね、まあ実際左ピッチャーはその、まあ、子供なだけにですね、少年野球の場合特に、まあ、自分が有利なんだっていうふうに、まあ、上から目線で考えてる、ピッチャーが多いと僕は、思いますので、実際そうではなくてですね、考え方捉え方によってはやはりそのランナーの方が絶対的に有利になるんだよっていうことも、ありますの考えられますので、まあ、そういったところをですね、誤信せずにですね、過信せずにですね、そういった考え方をベースに、マウンドに立つっていうことが、マウンドでのいいピッチングをやるっていうことの条件に、なってきますんで、まあ、よく言葉でもあると思うんですよね、絶対ないは絶対ない、うん、必ず、人間が考えたこと、人間がやることなんで絶対ミスはあるんですよね、必ず穴があるんですよね、そこをやはりその自分たちが、しっかりと、壁を作りつつ、攻撃する側はその小さい穴をこうしっかりとついていく、まあ、そういう駆け引きとかも野球の面白さかなと、思いますので、まずその考え方として、左ピッチャーは、一般的に有利というが、それはその考え方、そういった部分に、よるので過信をしないということですね。で、一番最初にもお伝えしたんですけど、ピッチャーの、役割は根本的な役割は、バッターを打ち取る、しっかりミットめがけて腕を振るということ、そして、牽制っていうのは、ランナーをアウトにするためのものではなくて、リードを縮めたり、一歩遅らせたり、いいスタートを切らせない、遅らせるためのものなんだっていうことを、しっかりと、頭の中に、置いてですね、ピッチングに臨むということが、一番大事だと思いますので、まずそういう、牽制の中でのポイント考え方を、頭の中に、置いてですね、右ピッチャーの方も左ピッチャーの方もですね、しっかりと、牽制の方を牽制の駆け引きっていうものを、覚えていってもらえればなと思います。それでは、今回は、以上です。また次回ありがとうございました。